東北六玉祭りは、東北六県の各県庁所在地の代表的な六つの夏祭りを一堂に集めた祭りである。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の鎮魂と復興を願い、同年より2016年まで、東北六県とで持ち回り開催された。2017年より、東北絆祭りへと引き継がれた。 電通が東北六市の商工会議所からなる東北祭りネットワークと企画した東北六県との代表的な6つの夏祭りが参加し夏祭りへの集客に結びつける大型イベントである実質的な運営者は電通パブリックリレーションズ大事は宮城県栗原市で生まれ岩手県上平郡大土町で育った岩手県盛岡市在住の中学1年生の 書道家が希望した。なお、東北六玉祭りと上記の大事ロゴは、電通の商標登録であり、使用にあたっては、電通の許諾が必要である。電通社内では、多数のスポンサー企業に協賛してもらい、普段交流のない六、祭り団体や、商工会議所の間を連携するため、武将団のチームが組織された。 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により全国的に祭りやイベント開催に自粛ムードが広がる中同年7月に宮城県仙台市で初開催された2012年5月に岩手県盛岡市で第2回2013年6月に福島県福島市で第3回が開催され2014年5月には 津波被災一いとしては初めて山形県山形市で第4回が開催された。開催式には震災の犠牲者への黙祷を捧げ、閉会式には鎮魂のため合唱を行っている。メインイベントは六王祭りパレードであるが、パレードは道を一方向に動きながら行うため、その提示方法に適さない仙台七夕祭りは七夕飾りが、 祭り会場の飾り付けとして用いられ、パレードにはスズメ踊りが参加している。また、秋田関東祭りは、パレード会場の一箇所に泊まって、妙義を披露する。その他、開催圏の祭りからもパレードに参加がある場合もある。パレードの模様は、地元テレビや、ライブストリーミング、第4回は、山形県内の民放全局、第5回は、 秋田県内の民放全局と秋田ケーブルテレビによる生中継も行われた。第1回は被災地の復興が進んでいなかったため、ステージでは仙台に縁がある歌手などが出演していたが、第2回からは東北の伝統芸能の上演が大部分となった。5月31日に六市長が共同記者会見を行い2011年7月16日17日の 開催を発表した。宮城県警察に警備の依頼があったのは6月初旬であり、十分な警備計画を立てる暇はなかったという。来場者については2日間で10万人を見込んでいたが、折しも復興支援熱が盛り上がっていた時期であったこともあり、予想を大幅に上回る36万人の来場となった。このため、会場一帯をはじめとして、市中心部は、 大混雑となり、仙台市議会の議事録で、地下鉄に乗れない、地下鉄から上がれない、上がったら、もう怒号の交わし合い。子供は泣き叫ぶ。喉は乾く。飲み物はない。と記述される大混乱となった。結局この混雑の中、25人が熱中症で救急搬送された。メインイベントである定前寺通りのパレードについては、 16日は20分遅れの17時20分に開始したもののパレードの進路である車道に監修が溢れ出し更新が不可能になったため18時40分に秋田関東祭りと青森ねぶた祭りのパレードが行われないまま終了した17日についてはパレードの進路を北側車線のみに縮小して12時に開始されたがやはり車道に監修が溢れ パレードを通りの往復から往路のみに短縮して終了した。仙台市は7月19日付であまりの混雑に怖い思いをされた皆様へ陳謝した。第1回の仙台市への経済波及効果については103億円と算定された。1月20日に6市長が共同記者会見を行い2012年5月26日27日の開催を発表した。 5月9日に岩手県警察より雑踏警備の概要が発表された。当日は森岡中心部に大規模な交通規制が敷かれ大きな混乱はなかった。ただし沿道が埋まった時点でパレード中の中央通りは入場が規制されパレードを見られない客が続出した。またボトルネックとなる場所の規制も徹底され26日の祭り終了後の時間帯には 帰りの客が殺到した森岡駅でも入場規制が行われた。開催前は2日間で20万人の来場を見込んでいたが24万3000人と見込みを上回った。第2回の森岡市への経済波及効果については22億円と算定された。1月24日に6市長が共同記者会見を行い2013年6月1日2日の開催を発表した。 全2回の開催と異なり、大規模イベントを開催できる会場がないため、会場は市内中心部の数箇所に分散して開催される、異なり、前回同様市内の広範囲で、交通規制が敷かれた。また、パレード会場の入場規制により観覧できない、観客への対策として、メイン会場に大型映像装置を設置して、パレードの様子を中継した。 6月1日には海上上空にて航空自衛隊のブルーインパルスが極技飛行で桜を描いた。来場者数は24日に13万2000人、25日に12万8000人の計26万人であった。航空自衛隊のブルーインパルスによる極限飛行が行われたほか、市営野球場ではコラボレーション企画としてグレーなどによる 招待制の無料ライブが行われた。来場者数は25日が7万人、26日が10万人の計17万人であった。強風のため、青森ねぶた祭りや秋田関東祭りなど一部の催しが縮小、または中止された。2010年12月4日に東北新幹線が八戸駅から新青森駅まで延伸することで、 東北6県とすべてが新幹線でつながれるのを前に、した同年2月15日、東北6県とで開催されている6つの夏祭りの実質的な主催者である6つの商工会議所が、宮城県仙台市に集まり、共同で情報発信や誘客事業をして、観光客の周遊を目指す初めての組織、東北夏祭りネットワークが結成された。2011年2月3日、 東北夏祭りネットワークに加盟する祭りを県庁所在地に限定しないことになり、加盟する祭りが35に拡大された。同年3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生。多数の死者、行方不明者、負傷者を出し、避難所には一時45万人以上の人々が避難した。鉄道や道路が寸断され、 被災地を含む東北6県は物流が停滞して物不足が発生するが特に燃料不足が深刻で営業しているガソリンスタンドが東北6県の全3866店の4.8%に当たる186店にまで落ち込んだ停電と燃料不足から暖房が十分に行えず高齢者が停滞温床から死亡するという二次被害も報告された 安国神社での花見の自粛を呼びかける看板マスメディアを通じて被災地の悲惨な映像や進行する東京電力福島第一原子力発電所事故の情報が次々流れる中日本は国難に直面しているとして日本全体に自粛ムードが広がり被災地のみならず被災地以外でもシーズン中の花見イベントをはじめとして祭りやコンサートなどの中止が 次々発表された。一方、被災地を支援するためには、被災地以外の地域の経済活性が必要との意見もあり、行き過ぎた自粛ムードを抑える動きも見られるようになった。4月5日、三陸海岸の被害の大きさに比べて被害が少なかった岩手県北上盆地にある森岡市の市長が、 6月のチャグチャグ、うまく及び8月の森岡山サオドリを節電の上で、例年通りの日程で開催し、自粛ムードの払拭につなげると、記者会見で表明した。しかし、震災による死傷者、約3000人、被害総額1兆3000億円を超える仙台市は、市の予算、人員を、犠牲者、遺族、被災者支援やインフラ復旧に、最大限振り向けるため、 次々と祭りや大規模イベントの中止を発表していた。そこに東北新幹線新青森駅開業を記念して青森市と仙台市の交流促進を目的に青森市で開催予定だった仙台フィルハーモニー管弦楽団のフレンドシップコンサートが震災発生により中止になった青森市長が仙台市長に青森ねぶた祭りと 仙台七夕祭りの共同開催を4月6日に提案した。岩手県陸前高田市の奇跡の一本松震災による死者の約6割、負傷者の約7割を占め、地震と津波の最大の被災地となった宮城県では、4月7日に発生した最大震度6強の余震によって被害が拡大するの、発災1ヶ月を前にした4月10日、救助。 復旧から復興へと火事を切るため、4月29日を震災復興キックオフデーとすると知事が表明。これにこうして復旧作業が前倒しされた。また、被災地で初めてとなる応急仮設住宅への入居が4月9日より始まった岩手県陸前高田市では、奇跡の一本松、希望の松などと呼ばれて有名になった。 高田松原の被災樹木の保護作業も4月15日から始まり、被災地での復旧以外の動きも見られるようになった。復旧工事中の JR 仙台駅4月16日、秋田関東祭りが例年通りの開催を決定したことで、北東北3県の県庁所在地の夏祭りの例年通り開催が揃った。仙台市では、 3月18日に、ほぼ全域で電力が復旧。4月11日に、浄水道が全面復旧。4月16日に、都市バスが被害激甚地区を除いて全面復旧するなど生活インフラが復旧し、4月25日には、東北新幹線の東京駅仙台駅間の運行が再開し、ガソリン等の燃料不足の解消も見えてくるなど、 交通インフラの復旧も進んだ。また、石垣などが崩落した仙台城市において4月13日から、本丸の伊達政宗木場増周辺など一部が、観光客等に開放されるなど、観光拠点の再開も始まった。これらを受けて4月26日には、仙台七夕祭りも例年通りの開催を決定した。4月27日、天皇皇后が初めて、 東北地方の被災地に入り、宮城県行行を実施し、仙台市と南三陸町で被災者を見舞った。4月28日には49日法要が各被災地で取り行われた。宮城県が震災復興キックオフデーとしたゴールデンウィーク初日の4月29日には、復興イベントが各地で開催され、仙台市地下鉄南北線や東北新幹線が 全線で再開し、日本 3K、松島でも観光遊覧船が運行を再開し、球場の仮復旧を終えたベガルタ仙台と東北楽天ゴールデンイーグルスがホーム開幕戦を勝利するなど、復興機運が盛り上がった。福島県各都市の空間線量原発事故が、進行する福島県では、放射能を怖がって、観光客は来てくれないとの悲観的な意見もあって、 花見山公園のイベントを中止した経緯もあり、5月24日に山形花笠祭りが例年通りの開催を決定したのを受け、翌5月25日に開催されたわらじ祭り企画検討部会において、例年2日間の日程で開催されている福島わらじ祭りを1日間に短縮して開催すると決定した。これで東北6県との6つの夏祭りべてが開催される。 ことになった。電通は、東北最大の観光資源とも言える東北の夏祭りを、東北全体としての取り組みに昇華させる体制を整えるため、東北6県とのつながりがある電通こそが、東北を結ぶハブとなり、同時に、復興支援のために協力したいと考えている企業を、協賛できると判断。夏祭りが始まる直前の7月中に、 東北人自らが団結する大型イベントを行うべきとの結論に至った。2011年7月17日発表の東北地方太平洋沖地震による都道府県別死者、行方不明者数。5月31日、東北6県との6市長が海の日を含む3連休にあたる7月16日17日の2日間、宮城県仙台市において、 東北六玉祭りを開催すると発表した。第1回開催後、山形市と福島市が臨番で開催すべきとの意見を表明した。第2回の開催地は森岡市、第3回の開催地は福島市となった。第4回以降は山形市、秋田市、青森市の順で開催される予定とされた。 福島市での第3回の開催を前にした2013年5月12日、同祭の実質的な運営者である、電通パブリックリレーションズが第3回をもって、同祭を終了する可能性があることを示唆した。その理由として、震災の被害が大きかった岩手、宮城、福島の3県での開催が第3回で終了するため、 共産スポンサーが離れに白車がかかることや、会場の一般車通行規制といった、地元自治体との交渉の負担が大きいことなどが挙げられた。しかし、10月21日に、市川昭雄山形市長と、石井忠市電通社長が、山形市での第4回開催で合意に至った。2016年の青森市開催で、東北6県を一巡した。 2017年以降は、後継イベントとして、東北絆祭りを開催することとなった。第1回を仙台市で実施し、2018年以降も、各県庁所在地を巡回する。2010年12月4日の東北新幹線全線、開業時の路線図本心から1年間の、予診回数の推移と、緊急地震速報発表回数。 3月下旬には、有感地震の回数が1日10回以下まで低下したが、その後も、震度の大きい地震が、たびたび発生した。ありがとうございます。